こんにちは、リポーターの長島瑞穂です。暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしですか？夏は暑さに注意しながら、でも暑さに負けない健康な体を目指したいですよね。さて、私が持っているのはリニューアルした荒川ウォーキングマップです。今日はこのマップを見ながら街歩きをしていきます。その前に健康推進課の新藤さん、ウォーキングマップについて教えていただけますか？はい、健康推進課の新藤です。今日はソーシャルディスタンスを保って別の場所からお伝えします。この荒川ウォーキングマップはウォーキングに最適な区内13コースとコースごとに距離、歩数、時間、消費カロリーを表示しています。今回のリニューアルでコースが1つ増えました。南千住エリア、小毛エリア、日暮里エリアのほか、しっかり歩きたい人向けコース、駅から駅を結ぶお手軽コースなど、初心者から上級者までウォーキングを楽しめます。さらに奥の細道、テクテクスゴロクもついています。消費カロリーが分かるのはダイエットをしている人にとっては嬉しいですよね。どうして奥の細道のスゴロクがついているんですか？荒川区南千住は松尾芭蕉が奥の細道に旅立つ際に、矢立て始めの句、ゆく春や鳥なき魚の目は涙を読んだ奥の細道と深い関係のある場所だからです。その他にも小林一茶や正岡子規なども区内で俳句を詠んでいて、荒川区は俳句ゆかりの町として平成27年3月に荒川区俳句の町宣言をしています。そうなんですか。では荒川ウォーキング張り切って出発します。長島さん、ちょっと待ってください。新型コロナウイルス感染症が流行しているので、新しい生活様式に従って十分に体調を確認することが大切です。次のうち一つでも当てはまる場合にはウォーキングを控えましょう。だるさ、倦怠感、息苦しさ、咳、喉の痛みなど風邪の症状、発熱、嗅覚や味覚の異常、体が重く感じる、疲れやすいなど。長島さん、大丈夫ですか？はい、当てはまるものは一つもありません。そういえば、まだどのコースに行くか決めていませんでした。最近、俳句に興味があるんですが、松尾芭蕉や俳句に関するコースはありますか？はい、あります。南千住エリアのコミュニティバス桜コースを選ぶと、スタート地点の南千住駅西口に松尾芭蕉像が設置してありますし、途中にある荒川ふるさと文化館の照明玄関には俳人金子東太さんの句碑や千住の旅立ちをテーマにした 3D アートがあります。撮影するとまるで芭蕉と一緒に千住大橋を渡っているような写真が撮れる不思議なペイント画です。また荒川ふるさと文化館の常設展示奥の細道と千住コーナーでは、大きな地図で奥の細道の全行程を見ることができますよ。そうなんですか。ではコミュニティバス桜コースにします。南千住駅西口に到着しました。こちら松尾芭蕉の像と対面です。松尾芭蕉は人生に例え奥の細道に旅立ちましたが、私は健康づくりのためウォーキングに旅立ちます。では出発します。松尾芭蕉の奥の細道をはじめ、俳句にゆかりのある荒川区は俳句の町荒川として俳句文化の裾野を広げる活動に取り組んでいます。この南千住駅西口の松尾芭蕉像は平成27年に設置されたものです。
コミュニティバス桜コースの距離はおよそ 5.8km、 歩数は8286歩でおよそ87分かかります。消費カロリーはおよそ261キロカロリーなので、普通盛りのご飯1杯分以上のカロリーは消費できますね。歩いていたらだんだん暑くなってきました。熱中症予防しながらのウォーキングはどんなところに気をつけたらいいですか？まずは喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしてください。大量に汗をかいたときは塩分も取りましょう。私たちは食事からも1日 1000ml の水分を取っていると言われています。3食しっかり食べることも熱中症の予防には重要なんです。また涼しい服装や帽子を着用すると良いです。体調が悪いときは無理せずに休むなど、体に無理のない範囲でウォーキングをすることが大切です。なお持病がある場合はかかりつけ医に相談してください。ウォーキングの時はマスクはどうしたらいいですか？屋外で人と2メートル以上離れている時は熱中症を防ぐためマスクを外すように言われています。特に気温や湿度が高い時は注意してください。はい、まずは荒川ふるさと文化館を目指して歩いていきます。東京都ではマイボトルにお水を入れたり直接飲むことができるスポットを紹介しています。ウォーキングの際にはぜひご利用ください。荒川ふるさと文化館に到着しました。こちらが千住の旅立ちの 3D アートです。私も写真を撮ってみたいと思います。それでは中に入ってみましょう。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願いです。必ずマスクをご持参ご着用ください。来館される前にご自宅での検温をお願いします。体調不良の方は来館をお控えください。して見てみるとすごい距離ですね。なかなか見応えがありました。ここからは先ほど見た地図を頭に思い浮かべながら歩いていこうと思います。ああ、隣にはすごく立派な神社がありますね。せっかくなので少し寄り道していきましょう。荒川ふるさと文化館の隣にある須佐能神社には
奥の細道八幡手始めの句碑や千住大橋を模した小さな橋などがあります。傘や杖が置いてあって芭蕉気分で写真を撮ることもできます。こちらに傘と杖がありますので、せっかくなので私もかぶってみます。こんな感じでしょうか。杖も持ってこちらの橋を渡っていきます。芭蕉もこのように傘をかぶって杖をつきながら一歩一歩踏みしめて歩いていったのでしょうか。この後は荒川自然公園を目指して歩いていきます。すごいレンガ塀が続いていて歴史を感じますね。ベンチもありますし、ここでも休憩ができます。歩道も広いですし、隅田川沿いは歩いていて気持ちがいいですね。町屋ふれあい館に到着しました。ウォーキングマップにはトイレがある場所も表示されているので便利ですよね。荒川区役所の前にやってきました。ここからどんどん歩いていきます。
荒川総合スポーツセンターに到着しました。リニューアルオープンしたばかりの荒川総合スポーツセンター、平成31年4月からおよそ1年にわたり大規模改修工事をしていましたが、施設全体のバリアフリー化等を行い、これまで以上に多くの区民の皆さんがスポーツを楽しむことができる環境を整備しました。新しくなった荒川総合スポーツセンター、私もぜひ利用してみたいと思います。ではゴールに向けて頑張るぞ。コミュニティバス桜コースを歩いてきました。最近家で過ごす時間が多かったんですが、こうして外を歩くと本当に清々しいですね。皆さんも少人数で空いた時間、場所を選んで他の人としっかりと距離を取りながらウォーキングを楽しんでみてはいかがですか。本日お話しした荒川ウォーキングマップは、がん予防健康づくりセンター1階2階の受付、区民事務所、荒川ふるさと文化館などで配布しています。感染予防のため、お家に帰ったらすぐに石鹸と流水で手や顔を洗い、できるだけすぐにシャワーを浴びて着替えてください。熱中症と新型コロナウイルス感染を予防しながら楽しくウォーキングを行いましょう。ここで歩き方の基本ワンポイントアドバイスです。肩の力は抜き、肘は90度、腕を大きく振りましょう。肘を後ろに引くようなイメージです。背筋を伸ばして胸を張りましょう。反りすぎは NG です。軽く拳を握り、お腹は引っ込めて腹筋を引き締めます。足は腰から出すように歩幅は大きめに。着地はかかとから親指の付け根で地面を蹴りましょう。荒川ウォーキングマップの裏面には、今話した歩き方の基本をはじめ健康に関するアドバイスが掲載されていますので、参考にしてみてくださいね。